今日は陶芸教室の2回目です。前回形を作ったので、今日は、色をつけるという作業になります。これはですね、私は2週間前に作った花瓶なんですけども、一回800度ぐらいで焼いたみたいですね。かなり硬くなって、今日はこれに色をつけるという作業になります。下の方にですね、とりあえず撥水剤といって色がつかないように溶液を塗りました。こっちもそうです。これヘビです。ペーストラップのお皿です。今、クラ君はあっちの方で溶液にして浸してるんじゃないですか。どうもわからない。今、クラ君は海が塗ってきたところですね。部分的にですね、塗ってないところですね。半分色を変えるみたいな、そういう塗り方みたいですね。じゃあ私もそろそろ色を塗ろうかな。猫のですね、目を絵の具で入れました。目がこれ紫色になってるんですね。ここは撥水剤ですね。ここは色を塗ります。この蛇の頭にはちょっと墨を入れてます。基本的にそんな絵を描くような感じはできないみたいな。あとはその指定の釉薬につけるだけです。クロ君のやつはもう全部釉薬を塗ったみたいです。もうできました。何これ、ろくろでしょ。何これ。一応ですね、釉薬を全部塗ってきました。こちらのベースの方はですね、今茶色なんですけど、黒点といって少し黒っぽくなるような茶色になります。ここは、ブルーですね。なんか濃いブルーの釉薬だそうです。これはですね、オリベですね。それで、ヘビのところはですね、撥水剤を塗ったんですけど、塗りが甘かったみたいで色がちょっとついちゃいます。これは、塗ったやつは白ハギだったのかな。なんか白っぽい。おそらくよくわかりませんが、何が出たのか。これができるのはですね、多分11月過ぎてからかなと思います。焼き上がるので。今度は1200度で、本当にガチで焼くそうです。今日の作業全部終わりです。おそらく、これはですね。今度は11月8日にですね、焼き上がって完成品が見られる。楽しみですね。どんな色についているか。これで。